平野紫耀と神宮寺勇太のマグロデートが反動しの対立を引き起こす。ジャニーズアイドルの平野紫耀が新たな事務所、トベに加入し、インスタグラムの解説を発表したことはファンにとって大きな朗報でした。ジャニーズ時代にはプライベート写真を公開することが難しかった平野が、 自身の日常をファンと共有する場を持つことができるようになった瞬間でした。しかし、その公開が一部のファンのマナアリハンとなる事態が起こっているようです。平野仕様の新たなはじめふ。7月10日、平野仕様は自身のインスタグラムに、実は神と出かけてたよう。小、海の方を行ってマグロ食べてきた。という投稿をしました。この投稿には、元キング、 リンチェのメンバーである神宮寺ゆうタとのマグロデートの写真が添えられていましたた。平野と神宮寺の仲の良さや笑顔で白米を食べる姿、注文したマグロ定食の写真は多くのファンに喜ばれました。このようなプライベートな瞬間を共有することは、アイドルとファンの間にさらなる絆を築く機会となります。 しかし、この投稿が一部の熱心なファンの間で問題を引き起こしています。ファン同士の対立。熱心な平野ファンは、すぐさま二人が訪れた飲食店を特定しました。写真に写っている料理や店内の背景から、神奈川県防署の料理屋であることを突き止めたのです。しかし、この特定行為に対して、他のファンからはルーイングが集中しています。 一部のファンは、死のタレントが食べたものや訪れた場所を共有し合い、自分もその店に足を運びたい気持ちを理解しています。しかし、一部のユーザーはこの店の住所や電話番号を SNS で公開するなど、一歩を踏み込んだ行動をとっているようです。テレビ史ライターによれば、飲食店によっては、宣伝と解釈してくれる場合もありますが、 平野は写真に写る店内の内装にはぼかしを入れ、店の特定で迷惑をかけないようにしているように見えます。そのため多くのファンからは、ご飯屋さんもう特定されちゃったんだね。店とかに迷惑かからないことをめちゃくちゃ願ってるよ。それが原因で写真上げてくれなくなるのだけは絶対避けたいから。 プライベートがわかるのは嬉しいけど、特定とかしすぎると載せてくれなくなるよ、特定して拡散してる人、すぐに投稿削除して、など、マナー違反だとする苦言が目立っています、と語っています。平野仕様のファンとの交流。平野仕様は、ジャニーズ事務所を離れ、トベという新たな事務所に加入したことで、およそ1ヶ月半ばぶりにファンとの交流の場を持つことができました。 そのため、ファンとしても、彼との交流を大切にし、節度を守る必要があるでしょう。アイドルとファンとの間には、特別な絆があります。ファンはアイドルの活動を支え、アイドルはファンに愛情を返します。しかし、その愛情が行き過ぎると、逆にアイドルに負担をかけてしまうこともあるのです。 平野紫耀と神宮寺勇太のマグロデートはファンにとって嬉しい瞬間でしたが特定行為が一部のファンの間で問題視されています。アイドルとファンとの絆を築くためにはファン同士が互いに尊重しアイドルがプライベートな瞬間を楽しむことができるように配慮することが大切です。 平野の仕様の新たな一歩を応援するファンたちが、節度をもってアイドルとの交流を楽しむことができることを願うばかりです。